久保さん。いやー、似てるところ、めちゃめちゃ似てますね、僕たちってね。なんかね、そのいき先。<laughs> まあ、生まれた瞬間からなんか、あれなんじゃないですかね。なんか似てたんじゃないですかね。ロゴ一緒だし。<laughs> あのね、ほんとね、これはね、明朗の老を持ってる人しか経験しないと思うんですけど、確実に太郎の老と間違えられるんですよ。多分、久保さんも、 漢字、かなり間違えられてきたんじゃないですか。名論の牢を書いてくれる人ってなかなかいないですよね。あの、漢字で。うん、これ結構間違えられましたね。てか、未だに間違えられますけど <laughs>。はい、ということで、まあ今回ね、久保さんが色々とお話ししてくれたんですけど、まあビジネスで大事なことですね。で、ビジネスで大事なことなんですけど、ネットビジネスで大事なことにしましょう。ネットビジネスで。で、さっきちょっとブログ書いてたんですけど、 僕、ネットビジネスで一番大事なことって、何かっていうと、あの、続けることなんですよ。うん。で、まあ、あのー、この、凡事徹底っていうね、言葉、久保さんもね、あの、もう、ご存知だと思いますけど、僕はこの、凡事徹底っていう言葉知らなかったんですけど、やっぱ前の会社が、で、習ったことが続いてるんじゃないですかね。<laughs> うーん。だ僕がね、 あの、前の会社で学んだことが何かっていうと、凡事徹底っていう言葉を習ったんだけども、その凡事徹底っていう言葉を教えてくれた人が、凡事徹底はあまりしないっていう人だったので、あの、反面教師だったんですよね。だからそれから学びを得ましたね。うん。まあだから、それはね、まあ、あの、経営者なんで、あの、しょうがない部分はあるんですよね。だから、昔は、 なんか、その働いてた時は、ね、昨日言ったことが今日違うんで <laughs>、昨日言ったことが今日違うんで、まあ下の人間はクソ大変なんですよね。うん。まあ今は別に全然、それ、あの、経営者っていうのはそういうもんなんだろうなっていうのは、あの、舵取り、こっちがいいと思ったらそっち行くとかね。まあそういうのは必要だと思うんですけど、ただ、あの、 なんだ僕はもう多分経営者じゃないんですよ経営できないんですよだから経営者っていうのは多分会社の家事をねいろんな方向にと取らないといけないからいろんな電波を張ってねいろいろこうやらないといけないだから一つ言ったことももうすぐ曲げてすぐそっちの家事こっちがいけるそうだったら行くっていう,もうチャレンジしていくっていうのが必要だと思うんですけど多分まあ久保さんとか僕のメディアを見ている人って 経営者になりたいですか,だから従業員を100人とか雇って、年賞何百億とか会社でかくして、なんか上場を目指すんだっていう人、あんまりいてないと思うんですよ。どちらかというと一人でね、あの、まあ、隠居とかね、一人でパソコンに1台で自由に暮らすとかね、自由なライフスタイルを描いてる人が多いのかなと思うんですね。多分経営者になりたいっていう人いないと思うんですよ、あんまり。 うん、で、僕も実際社長やって経営者には向いてないなっていうのはあって、一人でやっていく。一人で稼ぐ。まあ一人でビジネスですかね。一人で稼ぐっていうところで大事なところが、まあ一つをもうぶち抜く。一人、一つを継続してやり抜く。っていうことさえやっとけば、まあまあ稼げるかなっていうところですね。 うん、その判断いらないっていう。経営判断って、いろんな局面でいろいろなその舵取りしないといけないんですけど、一人で稼ぐ場合って、その下に誰もいないので、自分だけなんですよ。だから自分がやることを決めて、それをたった、それを単純にやっとけばいいんですよ。これマジで。だから久保さんも YouTube やってるだけですよね、今。まあ僕もほぼ YouTube やってるだけなんですけど。うん。 だからみんななんかいろいろ手を出そうとしてるんですけどもちろんね全部100%でできるんだったらいいと思うんですよだ僕がよく質問いただくのが何やったらいいですかみたいな質問いただくんですけど、まあ、全部100%とかでやれるんだったらや,やればいいんじゃない っそっちの方が露出増えるし、集客できる可能性は増えるわけじゃないですか。YouTube 見ていない人もいるわけですから、世の中には。Facebook はリアルタイムで毎回見てるよっていう人もいるだろうし、だから Facebook もやる、YouTube もやる、Fe、Facebook ライブもやる、YouTube ライブもやる、なんだ、インスタもやる、Twitter もやる、えー、いろんな他にも媒体やる。うん、やればいいと思うんですよ。100%でできるんだったらね。でもそれが中途半端でちょっとつまんで終わるぐらいだったら、1個に決めて、その徹底的にやるっていう。 うん。これで稼げますね。一人での場合はで。あんまり判断必要ないです。とにかく一つを決めて、とにかく突き抜けるっていう。うん。だからあの、なんだろうな。それだけですね。<laughs> で、大事なことが一人で稼ぐ上で大事なことは、ある程度突き抜けるじゃないですか。 で、ある程度突き抜けたら次をもう一回学習して、もう一回それを突き抜けるっていう。だ突き抜けるを繰り返すってことですね。ぶち抜くをこう繰り返していくってことです。ある程度ぶち抜いたら、じゃあ次こっち。だ僕の場合だと40から、えー、投資をやるんですけど、これ10年スパンでやろうと思ってるんですけど、それもあ,のある一定や,やり込んで、で、しっかりとこうあの結果出せるようにすると。うん。で、30代はコンテンツビジネス。 まあ、あと、ブログ今年から始めてますけど、ブログもね、今毎日書いてるんで、まあ、10ヶ月、11ヶ月もうちょっとで11ヶ月か。毎日書いてますけど、じゃあこれが2年、3年、4年、5年、6年、7年。まあ僕、10年ぐらい書こうとは思ってるんですよ。で、10年毎日書けば、ブログ書けば、多分10年毎日書きましたっていう人がほぼいないので、うん。だからね、それも武器になるし、なんかその、とにかく、やるって決めたら、それを突き抜ける。 ロングで考えるっていうなんかみんな短期で稼ごうとするんですよで短期で稼ぐっていう思考は別に悪いことではないんですよね短期で結果を出していくってことは悪いことじゃないんだけど短期で結果を出,し出すのも別に悪いことじゃないんだけどもっと大事なことがロングであのぶち抜くってことですねでなんでロングでぶち抜くっていうことが必要なのかっていうと12ヶ月生きて終了ってことないじゃないですか 自分は、まあ、交通事故とか不良の事故にあったら分かんないですけど普通に生きたら70年とか80年生きるわけじゃないですかじゃあこの12ヶ月の稼ぐことにフォーカスしてもじゃあその後どうすんのって話ですよね分かりますもっと長く生きるわけじゃないですかじゃあこの人生の長いスパンも考えた上で何か一点突き抜けるっていうことをやらないとここの長いスパンを回せないですよね だから目先のお金だけを追ってる人っていうのは大体消えてきます。間違いなく消えますね。追うことは悪いことじゃないんですけど、ね。今月の売り上げを出す、全然悪いことじゃないです。ただし、そこだけフォーカスするのは良くないってことですね。しっかりと自分が本当10年後、20年後の考えた上で、これをやっとけば、その後生きるよねと。 例えば YouTube に関しては、なんでいろんな媒体があるのかね、僕は YouTube って言ってるのかっていうと、これストックビジネスなんで、ブログもなんで今年から始めたのかっていうと、これもストックなんですよ。とにかくストックしていくんですよね。手持ちのカードをね、まあ、億万長者合宿の中で久保さんがね、手持ちのカードを使いましょうっていう話がね、すごいいい話があったんですけど、手持ちのカードをね、めちゃめちゃ増やしとけば、あと、手持ちのカードを集めなくてもいいんですよ。 ね久保さんね。これ多分ね、本当に1点突き抜けて、10年とか20年、ぶわーってこの量でやったら、正直、再生数ゼロまずありえないですよね。多分ありえない。つまり、動画を1本もアップロードしなくても、常に露出している、常にアクセスを集める、常に集客ができるっていう状態になるんですよ。っていうのが僕は分かってるとか、ストックされていくので、手持ちのカードを使うんじゃなくて、手持ちのカードを使いながら増やし続けるっていうね。 まあこれ雇用するとかね、そういう言い回しで言ったりとかもしましたけど、手持ちのカードを無料で増やせるわけですよ。うん。だからこれはね、あの、まあ、一番いいのは僕は YouTube だとは思いますよ。うーん。ブログもやってますけどね。インスタもやってるんですけど。<laughs> うん。でも、YouTube が100%です、ほとんど。インスタは隙間時間にやってるし、ブログも、まあ、1日30分ぐらいですから。うん。 書ける時間は YouTube の方が長いかなっていう本数があるんで僕。だブログなんか1日1記事書いたら終わりなんで、うん。あ、終わったわみたいな感じですよね。ださっきも30分くらいで書きましたけど、終わったわみたいな。今日終わりみたいな。うん。でもね、こう考えてみると、1日30分なんですよ。この1日30分って、みん、時間,時間ないってみんな言うじゃないですか。 でも一日30分ぐらいは多分あるんですよ。テレビ見ないとかね。もしくはなんだ、睡眠時間ちょっと削るとかすれば多分30分作れるんですよ。でもこの30分の積み上げ、ストックが多分その後確実に生きるんですけれどもみんなできないんですよね。だからやっぱ一人で稼ぐ上で一番やっぱ大事なことは本当に凡事徹底していく、続けていくっていうことかなっていう。 そんな、あの、経営判断いらないです。もう、一点張りでいいです。<laughs> だって、コストかかんないしね。<laughs> だって、経営してくってなると、会社の維持費用、ランニングコーストがかかるわけですよ。久保さん、マージャン店を経営する上で、ね。もうずっとお金垂れ流しですよ。うん。だそんなんじゃないんで、一人で稼ぐ。うん。 本当パソコン1台あればいいですし、スマホあればできるし。うん。だからまあ一人で稼ぐっていう上で、大事なことはそこかなというところでございますね。うん。いってらっしゃい。